春といえば、せーの、桜花粉クイズ。よっしゃー。どうぞ、ハルト。会長だ。のせと、もちです。と、レイ。というわけで、今回は春ということで花粉クイズをやっていきたいと思います。はい。まあ、僕はね、もうすぐ花粉症なんですよ。はい。でも最近日本でも花粉症が結構流行してきまして、はい、まあ、理解度は深まってはいるんですけれども、やっぱりまだまだ花粉症じゃない人がいっぱいいます。そういう人に対して花粉症はこういうもんなんだぞっていうことを知ってもらうために、今回は花粉クイズやっていこうと思います。なるほど。まあ、一番正解できなかった人には罰ゲームがあります。何ですか？この動画が出た日から1週間、はい、ずっとマスクつけっぱなしてる。いやー、めっちゃいい、めっちゃいい。風呂入る時も風呂だけはいいです。風呂だけはいいんだ。ダメ、ダメでしょ。あ、ダメです。風呂はマスクでしょ。風呂はマスクつけてください。というわけで、今回は花粉クイズやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、いいですか？はい。第1問、はい、花粉症診断っていうのがあって、はい、まあ、あの、はい、いいえとかいろいろ答えていくやつがあるんですけど、はい、やったんですよ。はい。僕の花粉症はどれぐらいでしたでしょうか？1、軽症。はい。2、中等症。3、重症。4、最重症。おー、なるほどね。大喜利だっけ？違います。大喜利じゃない。番号。急に。じゃあ、まあ、一斉でいいかな、これは。はい。はい。せーの。4! お!おー。3、4? 3、4か。じゃあ、一応聞きますか、考察を。4の人。なんか、どうせ問題するなら4っぽくね。いや、まあ、心理戦じゃん。いや、昨日かな、一昨日ぐらいに、その、アウターを着たまま、その、春樹の部屋に入ったんですけど、うん、まあ、くしゃみが止まらないし、鼻水も急に出始めるし、みたいな状態だったんで、まあ、相当、花粉には敏感なのかなと思います。はいはいはい、じゃあ、3の方は。俺的には、うん、なんか、マジで花粉症やばい人って、俺の友達とかだと、もう一生くしゃみしてんだよ。うん、そこまでずっとくしゃみをしてるイメージはないんだけど、でも結構それなりにヤバそうだなってなったから、重症ぐらいかなっていう。なるほど。多分。間違いない。これ。違います。正解は、はい、4番最重症。よーし、おい。正解。今の状態は最大限対策をした状態なんで。なるほど。もともと持ってるアレルギーとしてはもう最重症でしたよっていうことですね。やばいな。第2問、はい、はい。次のうち杉はどれでしょう？おっと、画像問題。画像問題か。杉はどれでしょう？なるほどな。余裕よ。1、そういう感じか。ほーマジ。2、うわこれ。3、あー三択。どれでしょう？三択。え、マジわかんない。杉を当てればいいでしょ。はい、杉を当てればいいです。もう一回見たい。いや、もう余裕よ。花粉症だから。わかんない。じゃあ、レイ。1番。のせ。1番。カイト。3番。モッチ。1番。ほぉ。おぉ待ってよ。3番が一番ないと思う。杉の木なのに花見が出てきた。杉の花や。いや、俺は杉とはどうでしょうだから。ああ、じゃあマジで。花粉ってさ、花のあれなんじゃないの？今そうですよ。ああ、確かにね。じゃあ3じゃん。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 よかった。じゃあ3で。3で。正解は、1番。イエーイ。ちなみに1番が杉、2番がヒノキ、3番がブタクサです。ブタクサ全部花粉のあれです。やばいぞ。ブタクサ選ぶなよ。やばいぞ、リビー近かった。ブタクサ花粉ってなんかダサくねえ。確かに。何花粉？ブタクサ。第3問、はい、花粉を摂取して花粉症を治す治療法がある、丸か×か。いやもう、いや、じゃあモッチ。丸。カイト。丸。のせ。丸。丸。おー、よし、全員正解。よっしゃー。まあ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 、ここで差はつかない。全然意味ねー。第4問、はい、あ、全5問です。はい、はい、小学生の頃俺と一緒にめっちゃ花粉症だった友達は誰？あー、これ有利じゃない？俺ら有利だぞ。俺ら有利だぞ。1、ニッシー。待って待って。2、タカちゃん。あー、3、テラパン。
4、石友。全員誰やった全員知らん。いや、ここでカイトが正解できるかどうかで結構罰ゲームへの提示。じゃあ、乗せ。はい、3番テラパン。一緒にしていますか。はい、3番テラパン。おい、カイト2番の誰だっけ。タカちゃん。タカちゃん。1番ニッシー。なんで笑うかわいいし。ニッシー頼む、カウンショーだってくれ。正解はタカちゃん頑張れ。2番タカちゃんではなく3番テラパン。やったー。誰だよ。テラパンがカウンショーなんだ。テラパン俺はめちゃめちゃ花粉症でした。テラパン誰だよ。ハコティッシュ仲間でした。テラパンか。最終問題。はい、スギ花粉は 2g 何円で購入できるでしょうか。買う人いんの、スギ花粉を。1、500円。2、3000円。3、7500円。4、10000円。高い。10円ぐらいだと思ってた。ちなみにヒントとしまして、スギ花粉はヒノキ花粉と並んで一番価値が低かったです。ヒントなかったかな。まあこれはね、2ポイントなんでね。2ポイント。俺今何ポイントだっけ。3。本当に 3? 4じゃなくて4かもしれん。4 0 4 1。この戦いだったな。いや、2じゃないんじゃね。何ポイントだっけ。次の問題何ポイントだっけ。次の問題3万ポイント。あーいい。おーいい。YouTuber そのよ。おーいい。じゃあ、カイト。3000円。おー。モッチ。2番3000円。おー。あー、怖い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 。レイ。2番3000円。おー。怖い。2番怖い。2番来た。うるさい。1番500円。いやー、安いだろう。いやいや待って、 2g だぞ、花粉だぞ。ダメんな。大逆転負けする可能性あるよ。あるよ。いや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 。正解は4番1万円。ということで鬼パンマスク生活が決定したんだよ。カイト1週間マスクつけっぱなし生活です。